はい、収穫してきた椎茸ちゃんをジップロックに入れてですね、保存しときました。大きめのやつ一つを使って、これから作っていきたいと思います。まずですね、こう石突きを落として汚れついてますからね、表面の汚れを落としていきます。はい、綺麗になりました。では、下準備として、あと傘の部分に切れ目を入れていきます。オリーブオイル、これをですね、よいしょ、小さじ1杯程度、フライパンよく熱したところで中火にします。で、先ほどのやつですね、これのこっちの傘の部分から焼いていきます。約3分。そうしたらこれを一旦ですね、こんな感じになったんですが、これを取り出します。はい、そこに今回バターを 10g 入れます。で、火は一旦弱めてください。焦げますからね。で、そこに小さじ1杯分おろしにんにく入れます。で、そこへ椎茸を戻します。で、今度は葉の部分焼いていきます。で、火を再点火して今度は弱火で5分焼きます。低シリーズタイマー5分。で、そこで今回お酒入れて蒸し焼きにしてきます。クバンスカヤ、今回ボッカでいきます。お酒小さじ1杯程度入れて蓋をして蒸し焼きにします。
バンスカヤね、レモン風味なんですね。とても美味しいです。まあ普通ロックで飲んでるんですが、まあ今回ちょっとレモン風味をつけたいので、入れてみました。はい、5分経ちました。ちょっと開けてみましょう。こんな形になりましたね。はい、いい感じで焼き上がってるようですが、これで傘麺をもう一度焼いていきます。ちょっと焦げちゃったかな。よいしょ、はい、焼き上がってるみたいです。で、ここで追いバターをあと 10g 入れます。で、バターをよくなじませながら焼いていきます。ちょっと、ね、この辺にのけとこうかなと。で、ここで軽く塩コショウします。で、バターになじませながらだいたい3分ぐらい焼いていきますね。で、こんな感じで出来上がりです。早速食べてみましょう。で、焼くとね 15% ぐらいかな、ちっちゃくなりました。まあでもいい感じじゃないですかね。切っていきましょう。異様に肉が熱い感じですね。で、よっ、
はい、こんな感じです。いただきます。美味しいね。よくできました。というわけで、まあ酒のつまみにはちょうどかな。で、端っこの方がね、カリッと焼けてて、肉の厚いこう部分はね、もっちりしてる感じでいい感じでした。ちなみに今回ですね、バター醤油の味付けにしようとして醤油忘れましたんで、一応あのね、塩ってことでやりましたけど、バター風味になりましたけど、お酒のね、あの風味出てますね。若干レモン風味でいい感じで出来上がりました。それでは皆さん、お試しください。また会いましょう。では。